これ左側にずっとね松茸観光っていうね旗があるからね、これに沿っていけばね行けるような気がするんだよね。看板に沿って寒い山道をひた走る松茸観光。ああいいじゃない、着きましたよやっと松茸。歓迎、本当に歓迎しすぎだな。この辺りは日本の松茸収穫量のおよそ3分の1を占めるという名産地。しかし松茸園は有料施設、こんな時間に入っていいはずがないのだが、こっから入るのはね気が引けますよ。なんか犯罪っぽいじゃないですか。だからちょっと脇から入っていきます。入るんだ。でもなるほど、隣の山を攻略するつもりのようだ。これなら棚ぼたも期待できそう。これ入れんのかな。しかし目の前は鬱蒼と茂る林木、入り口らしきところもまるでない。ほらいきなりだよ、入んなと言わんばかりのさ、いきなり雲。アイバー雲が大嫌い、早くも進むのを断念しその場で松茸を探し始めた。松茸ってどこにあるんだろう。うわーびっくりした。今度は一匹のカエルちゃんが出現。限界だよ、ちっちゃい。すごい。アイバーはカエルも大嫌い、すごすごと山から引き返す。登れてないですね。しかし憧れの国産松茸を前にしてもう後には引けない。クモの巣がなさそうでカエルもいなさそうなところを探し、いざ山へ入る。うわすげえきつい。早速何かを発見。なんだこれ、ヤックンの奥さん。ヤックンの奥さん。これも一応持って帰ろう。いやーよかった。最速よりスタートに相場上機嫌。ここに松茸が生えていると睨んだようだ。松茸、あマツタケ、早くも国産マツタケか。本当にマツタケ見て、どれ。残念ながらナメコの一種だった。すげえマツタケだ。どういう違うだろ、食ったことねえだろマツタケ。顔が超新鮮なんだけど、ほらほらおじいちゃんみたいな顔があった。スタジオに持って帰ってさ、嵐のさ4人とさ羽鳥のおっさんが食ってくれるんじゃないの。喜んで。いやーよかった、ちょろいね松茸狩り。なんと相葉なめこと気づかないままとっとと山を降り始めた。ん、来た時と違う場所に出た。おい、おい、来た。ないなんかやばい。すいません電気消します。ごめんなさい、あのそこの山を入ったんですけど。誰がその山に入ったらバカだこの。すいません。おい、はい、しまった。松茸泥に夢中になるあまり隣の松茸園の敷地に迷い込んでしまったようだ。東京マロ、はい、お前東京マロちょっと見せてみよう。リュック、あ恥ずかしい、あんな見せんの、はい、なんかもう全部見せたらもうしょうがないから。全くなったわ、全部でお前撮影撮るなしとりますと。実は午後これだけですいません、プライトもないでしょうか、これ言ってみーや。お前そうだ、お前本当に申し訳ないです。人の山入ってお前、人の家入ってお前もうすいませんでしたよ、つまんないけどの。それと一緒ですよね。ああ、やったけども取っとったらもう窃盗になるよ。金の卵じゃこれ、人山の卵じゃ金、山の金からこれで、全くのことで。パニック。松茸自慢か。おじさんがパニックって。この芸能人か。はい。ああ、はい、すいませんし。悪しいよ、お前。お前よ。はい。全然あるの、お前。すいませんでした。ちゃんと断りし。はい、あ、いいことは悪いんだろうが。はい、そうです。いいことはいいんだ。はい。
敷地の境目に気づかなかったことをスタッフと共に詳しく弁明、誠意を込めて謝罪し許してもらった。俺留置所入るかと思ったよ。もう警察突き出してやるって言われて、もうジャニーズとかクビだなって。ああだから崖飛びにすりゃよかったんだよ。めちゃめちゃ怒られたよ、こんな。はぁ、暗い、このテンションが違う、すごい暗い。へこむ相葉、力なく自転車を漕ぐ。すると、一軒の派出所を発見。まさか、自首するつもりなのか。はい、今までで一番雰囲気悪いよ、これ。後味悪いじゃないよ。あんな怒られ方したらモチベーション僕ら下がっちゃう感じですよね。本当松崎さんじゃなくてよかったよね。本当だよね。取ってたらアウトでしょ。アウトアウト。お疲れ様でしたね。お疲れ様。パーティーだよね。本当にパーティー。リーダー、今度いいの？4人でこれから。うん、自分の責任だしね、それは。危うく松茸泥棒になりはぐった相葉は町外れの派出所を発見。一体どうするつもりなのか。失礼します。すいません。響くな。え、すいません。今はおまわりさんはいないようだ。何を悩んでいるんだろう。結局何をしに行ったんだ。